ファンティー、キムフックは、ベトナム系カナダ人。1972年ベトナム戦争の際に、フィンコンウトが撮影した、ピューリッツァー賞獲得の写真に写ったことで知られる。国際的な反戦運動家で、キム財団を創設し、カナダヨーク大学名誉法学博士、ユネスコの親善大使を務めている。財団の名前が、キム財団であることなどから、キムフックや、 キムさんと呼称されることも多いが、生はファン。キムフックは名である。キムフックは、ベトナム戦争当時、大年賞、チャンバンで暮らしていた。1972年6月8日、チャンバンにおいて、南ベトナム軍と北ベトナム軍が交戦。南ベトナム軍の空軍機がナパーム弾を投下し、キムフックが暮らすチャンバンは、空襲を受けた。この時、逃げ惑う、村人らと共に、 裸で握る9歳の少女だった、キムフックを撮影した写真は、戦争の恐怖と題され、全世界に配信された。この写真は、翌1973年、ピューリッツァー賞ー,ース速報写真部門を獲得している。キムフックは、この空襲で、重度の火傷を負い、一命は取り留めたものの、この後17回にも及ぶ手術を受けている。なお、 この時彼女を救ったのは当時イギリスイットン、テレビ記者のクリストファー・ウェインである。彼は南ベトナム政府の交換に直談判してキムフックを設備の整っていない病院から当時の旧サイゴン市内のバスキー病院に転院させることに尽力した。ウェインとキムフックは38年後の2010年にイギリスで再会を果たした。1992年結婚。 現在では二児の母となった、ベトナム人の夫と共にカナダで暮らしている。1996年、ベトナム戦争中に負った重度の火けを治療する手術を施してくれた外科医との再会を果たす。1997年にはカナダ国籍を取得。1997年11月10日、ユネスコ神前大使に認じられる。1999年、 自伝を出版する。2004年10月22日、世界各地の戦争、紛争に遭遇している子どもたちを救済する活動が認められ、カナダトロントのヨーク大学から名誉法学博士号を授与される。ベトナム戦争、火けどの少女と救った元記者38年ぶり再開、毎日新聞、毎日新聞、2010年5月21日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2018年5月14日閲覧。チャン、デニース、ザ・ガール・イン・ザ・ピクチャー、ザ・ストーリー・オブ・キム・ピー・ヒー・シー、ザ・フォートグラフ・アンド・ザ・ベトナム・ウォー、ペンギン・ブックス、ニューヨーク、ISBN0 から670から 88,040X。ありがとうございます。